ブダペストのドナウガ州とブダ城地区を呼び、アンドラー市通りは、ハンガリーの世界遺産の一つである。ハンガリーの首都ブダペストは、その美しさに定評があり、ドナウの真珠、ドナウの薔薇、ドナウの女王、東欧のパリなど、それを称える異名をいくつも持っている。この世界遺産はその街並みが登録されたもので、登録名が示すように、ドナウ川両岸の歴史地区、そして、 大陸ヨーロッパ発の地下鉄が通るアンドラーシ通りが対象となっている。登録名の日本語訳には細かいものも含めるとかなりの揺れがある。それについては口述を参照のこと。世界遺産構成資産については口述するが、その前提となる歴史的背景についてあらかじめ解説しておく。ブダペストの歴史は 二世紀に築かれたローマ帝国の植民都市アクインクムから始まった。アクインクムは現在の大ダ地区周辺を中心としており、大ダには神殿、水道橋、モザイク画の床などアクインクム時代の都市遺跡が残っている。マジャール人の移住は九世紀のことで、一帯はむしろかつてコイントラアクインクムと呼ばれていた地区を中心に発達した。 ハンガリーは1241年から1242年にかけてモンゴル帝国の侵攻を受けその防衛の必要性からペシトの対岸の丘に城塞が築かれエステルゴムから戸が移されたこれがブダ地区の発展の始まりであるその王宮の丘は特に先進的なルネサンス文化をイタリアから取り入れた15世紀後半に発展したが16世紀には オスマン帝国に占領された。オスマン帝国時代には、キリスト教制度はモスクに転用され、ブダ城も事故によって大きく損壊した。17世紀末に新聖ローマ帝国領となった後、特にマリアテレジアの地政下などで建造物群の修復や増築が大規模に行われたが、諸国民の春における民衆放棄によって、ブダ城などが被害を受けた。 1872年には、ブダ、オーブダ、ペシトの3地区の統合が決まり、現在のブダペストが成立した。同じ頃のハンガリーは、オーストリア・ハンガリー帝国の成立で自治が認められた、ことから、民族意識が高まっており、1896年の建国1000年祭に向け、様々な建築物の改築や新築が進められ、街並みが整えられていった。 この中心を担ったのが、市の公共事業委員会で、アンドラー市通りの建設なども含め、都市計画に基づく街づくりが行われていった。その建物や橋の多くも、第二次世界大戦やハンガリー動乱などで被害を受けたが、20世紀半ば以降に復元され、現在の歴史地区には19世紀後半に整備された街並みが概ね保存されている。 第二次世界大戦後のブダペスト市民の再建姿勢は、できる限り忠実に復元させることを重視する。一方で、尺子定規に復旧させるのではなく、再現可能性や、機能的な必要性も考慮に入れたものとなっている。実際、講述する LJ ベトバシのように、一から再建する際に、意図的に新しいデザインで建て直されたケースも、存在している。こうした、 古い街並みの保存には自分の住む街に誇りを持ち大事にしようとする傾向が強いハンガリーの民族性が関わっているという指摘もある。ハンガリーが世界遺産条約を批准したのは1985年である。この物件はそれから間もなく推薦され、1987年の第11回世界遺産委員会でホッロー系ともにハンガリーで 最初の世界遺産となった。この時の登録名は、ブダペスト、ドナウガシとブダ城地区であった。ハンガリー政府は、その後、アンドラーシ通りとその地下を通るブダペスト地下鉄の拡大登録を申請した。この拡大申請は、2002年6月に地元ブダペストで開催された第26回世界遺産委員会で審議され、申請通りの拡大が認められた。 拡大部分の登録直後の名称は、アンドラー市通りと千年記念地下鉄、イルメトロプリタンジュミリネアであった。なお、合わせて、干渉地域の拡張を進めることが決議された。その時点では、旧来の登録名と拡大要素の登録名を合わせた、新名称は確定していなかったが、翌年の第27回世界遺産委員会で、登録名の変更が認められ、 ブダペストのドナウガシとブダ城地区及びアンドラーシ通りとなった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ブダペストのドナウガシとブダ城地区の推薦にあたってハンガリー当局は基準の適用を主張していた。しかしイコモスの事前勧告では都での登録を勧告され世界遺産委員会の審議でもそれが踏襲された。 基準は、ブダ地区が古代ローマ時代には、ローマ建築の様式を一体に広める上で、重要であり、中世には、ブダ城が、ゴシック様式を広める上でやはり重要だったこと、あるいは、マーチャーシュ一世の時代には、イタリアルネサンスの導入によって、当時の先進的文化の中心地となっていたことなどが、評価されたものである。基準は、 オスマン帝国領時代の後輩とその後の再建によって異なる建築上の特色が混在しているブダ城と中級世紀の建築物の中で結出した価値を持つ国会議事堂が特に評価されたものである。2002年に拡大されたアンドラーシ通りの推薦時にはハンガリー政府は基準を適用できると申請していた。基準はこういうものである。 バルトークベーラハンガリー当局は、アンドラー市通り沿いに存在する国立歌劇場やリスト音楽院が、バルトークベーラ、コダー・イゾルターンといったハンガリー音楽史を代表する人物たちを輩出してきたことをもって、その顕著な普遍的価値に基準を適用できると主張した。イコモスはそれらの音楽家たちが西洋音楽史において果たした貢献は認めたものの、基準を適用するには、 不十分として知りけた。その一方で、イコモスは、アンドラー氏通りが19世紀後半の優れた都市計画の例章として、基準とに合致することは認め、登録を勧告した。世界遺産委員会でもそれが踏襲されたため、拡大登録にあたって適用された基準に変更はなかった。この世界遺産は1987年に登録された。 ブダペストのドナウガ市とブダ城地区と2002年に拡大登録されたアンドラー市通りとその地下鉄で構成されている。二つの地域はいくつかの街路で隔てられており接していない。前者の範囲はブダペスト市内を流れるドナウ川の河岸のうちマルギット橋からエルジェーベト橋までの範囲である。そのドナウガンがブダ地区で王宮の丘とその周辺。 およびゲレールとの丘などが対象になっている。対岸のペシュト地区ガシでは国会議事堂、ハンガリー科学アカデミー、旧市街制度などが対象となっている。校舎のアンドラーシ通りとその地下鉄は、その名の通りアンドラーシ通りとそれに面する記念建造物群、およびその地下を走るブダペスト地下鉄1号線が対象となっている。以下では登録対象に含まれる主要な 記念建造物群などについて、ブダ地区、橋、ペシュト地区橋、アンドラーシ通りの順に外設する。なお、アンドラーシ通り近く、バイチ・ジリンスキー大通りにある、ネオルネサンス様式の繊維首都バンダ大聖堂は、ブダペストの境界建築物としては、最大で、ハンガリー全体でも2番目という特筆すべき建物で、あるが、 世界遺産構成資産に含まれると明記している文献は稀なので以下の概説からは外している。また、前述の通り、世界遺産登録基準の適用にあたっては古代の悪因組の時代まで視野に入れられているが、その主要な遺跡が残るオーブダは登録対象に含まれていない。世界遺産登録名のブダ城地区はドナウガワウガンの 王宮の丘と呼ばれる地域のことである。モヒの戦いでベーラ4世は大敗した。ブダ城の王宮地区の規定には古代ローマ時代の遺跡も残るが、ブダ城の起源は13世紀のハンガリー王ベーラ4世の知世に遡る。1241年から1242年にかけて相次いでモンゴル軍の侵攻を受けたことを踏まえ、ベーラ4世は防衛しやすさを考慮して、 ブダの丘に鳥を築いたのである。1242年に築かれた、この鳥は、居住用の塔を備えていたものの、作りとしては簡素なものであった。これが城壁を備えたゴシック様式の王宮に、改築されたのは、14世紀に神聖ローマ帝国から、ハンガリー王に迎えられたジギスムントの時代のことである。さらに15世紀後半には、マーチャー主一世のもと、 イタリアから招いた彫刻家らによってルネサンス様式に改築された。宮廷付きの彫刻師に任命されていたジョバンニダルマータが手掛けた内装や彫像の一部は現存している。しかし、オスマン帝国による征服の後にブダ城は火薬庫に転用され、1578年頃に爆発事故が起きたため、当時の建造物そのものはほとんどが失われた。 現在の王宮のもとは、オスマン帝国撤退後、17世紀になって建て直されたものである。その後、18世紀には、マリアテレジアの命で大改築が行われ、建築家、ジャンニコラジャドウのもとで1770年に完成した。この時の部屋数は203室である。この建物は1848年革命の際に破壊され、 19世紀後半から1904年にかけてネオバロック様式で再建された。しかし、その建物も第二次世界大戦やハンガリー動乱で大きく損なわれ、1980年代以降にネオバロック様式で復元されて現在の姿になった。城内にはハンガリー国立美術館、国立聖地絵に図書館、ブダペスト歴史博物館などが入っている。 ブダ城の地下には自然の洞窟が元になった。長大な迷宮が広がり、カタコンベなども残っており、第二次世界大戦中にはドイツ兵の隠れ場所にも使われた。王宮の丘の地下には環境保護区になっている洞窟もある。マーチャーシュ一世、マーチャーシュ聖堂は王宮の丘に残るカトリックの聖堂である。正式名は聖母マリア聖堂で。 1255年から1269年に、ベーラ4世が建造した聖堂が元になっている。現在、マーチャーシュ聖堂の名で呼ばれるのは、マーチャーシュ一世が大改築を行い、高さ80メートルの戦闘を増築するなどしたことに由来する。本来は、ゴシック様式の聖堂だが、オスマン帝国領時代には、モスクとして使われていた。その後、 バロック様式での改築を経て、19世紀にネオゴシック様式になって、現在に至る。ハンガリー王の戴冠式にも用いられ、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世が1867年に、ハンガリー王、フェレンツ・ヨーゼフとして即位したのも、この場所であった。オーストリア・ハンガリー帝国の成立を意味したその、戴冠式の後、ブダペストでは、 国会議事堂に代表される様々な建造物が建てられ、現在にも残る街並みが整えられていくことになる。聖堂の前の広場が三位一体広場で、1712年から1713年にフィリップ・ウンゲリッヒによって建てられた三位一体像が残っている。これはもともとペストが収束したことの記念碑として建造されたものだった。 聖堂に隣接するのが高級ホテルのヒルトンホテルである。このホテルは地元の意向を尊重し、修道院の廃墟なども取り込みつつ、周囲との景観に配慮する形で建てられた。そのため、歴史地区にある外資系ホテルであるにもかかわらず、ブダペスト市民からもあまり批判的な声は聞かれないという。漁夫の砦は、マーチャー主聖堂の北東に位置する砦で、 1895年から1902年にかけて建築家シュレク・フリジェシュによって建てられた。シュレクはマーチャー出生堂の改築にも携わった建築家である。名前の由来は中世に漁業組合が王宮を守る任務にあたっていたことにちなむとか中世に魚市が建っていたことにちなむとされるが、鳥出という名称とは裏腹に防衛機能よりも 眺望の良さに重きが置かれた建物である。ゲンレールとの丘は、ブダ城地区とともに、ブダ川の世界遺産構成資産となっている、緑豊かな丘で、自然保護区となっている。丘の名前は、この地で、キリスト教を伝道した11世紀イタリア出身の、殉教者ジェラルドに由来し、彼が、ドナウ川に突き落とされたとされる南斜面には、聖ジェラルド像が建てられている。 この像は1904年の制作で手がけたのはヤンコビッチジュラである。丘の上にはツイタデラと呼ばれる城塞が残っている。この城塞はフランスの2月革命の影響がハンガリーにも波及して放棄が起こったことを踏まえ、統治者であるハプスブルク家が1854年に建造したものだが、現在は博物館となっている。同じく丘の上には ヤシの葉を掲げた女性をかたどった高さ14メートルの自由の像がある。これはソ連軍によってハンガリーがファシズムから解放されたことを記念して1947年に建てられたものだが解放直後のソ連兵の老石やハンガリー動乱を経験しているブダペスト市民たちは共産主義政権下ですら否定的に捉えていたという。 台座にはソ連兵の銅像が飾られ、慰霊碑としてかつては戦没者遺族団がソ連から訪問したりもしていたが、共産主義体制崩壊後に銅像は撤去された。丘の南側のふもとには1911年から1918年にかけてヘゲデューシュアルミンラによって建てられたホテル、ゲレールと温泉がある。ブダペストには100以上の温泉施設があり、 アール・ヌーボー様式のこの温泉ホテルもその一つである。1926年にウィーンで観光された温泉、光泉、保養地及び保養所の差し入り時点でも当時完成して間もなかったゲッレールと温泉ホテルの近代性や豪華さが温泉の薬光とともに紹介されていた。2011年時点の男湯は青緑色のタイルを敷き詰めた美しいもので、 本欲日には女性も入ることができる。ゲッレール島の温泉そのものは13世紀にまで遡れるとされ、伝説上は殉教者ジェラルドが杖で叩いて湧き出させたという。ゲッレール島の丘の近くには1566年にオスマン帝国のパシャムスタファによって作られたトルコ式のルダッシュ温泉とマーチャーシュ一世の時代に遡るラーツ温泉もある。 なお、ブダ川の世界遺産登録範囲は、ゲレールと温泉の少し南にある、ブダペスト高科大学までだが、ゲレールと温泉のすぐ前にある自由郷は、登録対象になっていない。清池にイシュトバーン白尺、清池に鎖橋は、世界遺産登録地域に含まれる三つの橋のうち、真ん中の橋である。現在ブダペスト市内でドナウ川に架か,かる9つの、 橋の中で最も古く、最も美しいと言われている。全長は375メートル。従来は、浮き橋や仮設の橋が使われており、これがブダペストにかかった、最初の固定的な橋となった。建造は1839年から1849年のことで、イギリス人の設計士、ウィリアム・クラークとギッシュ・アダム・クラークが手がけた。その建設費用は、 聖地チにーニシュトバーン伯爵が自らの資材から念出した。ブダペスト市の成立が決まったのは1872年のことで、橋が建設された段階では、ブダとペシュとは別々の町だったが、この橋の建設は、ブダペストの公式な統一に先んじて、二つの町を一体化させるものだった。なお、聖地チに伯爵は、 ブダペストという名称を最初に提示した人物とされている。現在広く見られる吊り橋はメインケーブルとして光線を寄り合わせたケーブルを使うケーブル吊り橋の構造であるのに対し、正チェーンに鎖橋はチェーン吊り橋と呼ばれる構造でアイバーと呼ばれる両端に丸穴の開いた鉄板を重ね合わせてボルトで固定したアイバーチェーンを使用している。そのため、 このチェーンは、環状の金属を連ねた、鎖ではなく、自転車のチェーンに近いと言われることもある。この構造は、吊り橋としては古いもので、橋桁そのものだけでなく、かなりになる、アイバーチェーンの重み自体も支えられるようにしなければ、ならないことから、採用されることは少なくなっていった。しかし、成晰に鎖橋では1914年に、改修された時にも、 第二次世界大戦中に、ソ連軍と交戦していたドイツ軍によって破壊され、建設100周年にあたる1949年に再建された時にも、チェーン吊り橋の構造が堅持されて、今に至り、鎖橋の名前はこの構造に由来するとも言われている。マルギット橋は、世界遺産登録対象の3つの橋の中では、最も上流に位置している。 1876年に建設されたアーチ橋で、他の橋と同じように、第二次世界大戦中にドイツ軍に破壊され、後に忠実に復元された。マルギット橋はすぐ北のマルギット島に繋がっている。その島は、バラ園、日本庭園、小さな動物園なども備えた公園になっており、ハンガリー政府観光局も市内で、 最も価値のある公園と言われていることを紹介しているが、世界遺産に含まれているのはその南端だけである。マルギットの名はベーラ4世の即女、マルギットから取られている。彼女は、不王が島に建てた、修道院に入れられ、二度とモンゴルの襲来がないようにという祈りのために生涯を捧げた。エリーザベトエルジェーベトバ氏は、 世界遺産登録対象の橋のうち一番下流に一致している。1903年の完成当初は、聖地に鎖橋と同じくチェーン吊り橋の工法が採用され、チェーン吊り橋としては世界最大で最も美しいとも言われていた。しかし、これもドイツ軍に破壊され、再建されることになったが、それらの橋の中では、 例外的に新しいデザインが採用された。これは、再建時の資金不足と、新しい広報を試そうとしたことによるという。再建は1964年のことだった。橋の名前は、美貌で知られたオーストリア皇后エリーザベトに、ちなんでいる。もともとこの名前は、そのすぐ南の橋が、エリーザベトの夫である、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世にちなんで、 フェレンツヨージェフ教と呼ばれていたこととセットだったが、後者は共産主義政権下で自由教と解消されて現在に至る。自由教は1899年に建造され、第二次世界大戦後には市内で一番早く復元された橋だったが、前述の通り、こちらは世界遺産登録対象ではない。 エルジェーベト橋のペシト側のたもとにあるのが旧市街聖堂である。このカトリックの教区聖堂は12世紀に殉教者、ジェラルドの墓所の上に建てられたと伝えられているが当初の建造物は残っていない。現在の建物は15世紀に建てられたものでブダペストの教会建築物では最も古い。本来はゴシック様式で内人に 当時の様式を見ることができ、同じ時期のフレスコ画も残されている。オスマン帝国領時代には、モスクとして転用されており、一部にその痕跡も残る。外観は1723年の火災後に、たびたび改修を受け、バロック様式や新古典様式が混じっている。旧市街聖堂から貸し沿いに北上すると見られるのが、ビガ堂である。 これは1829から1833年に、フェスル・フリジェシュによって建てられた、接中様式のコンサートホールで、19世紀には、社交場として機能した。当初は、ル・ドゥーテという名称であり、この建物は、戦争によって2回の破壊を受け、2回再建され、現在に至っている。1回目の破壊は1848から1849年の、 独立戦争時で1860年に取り壊しが開始され、1865年に再建が終了し、ルドゥーテからベガドへと名称が変わった。2回目の破壊は第二次世界大戦中で数回にわたって部分的に修復がなされ、1980年に再公開された。その後、 2004から2014年にモニュメントを元の状態に戻す目的の改修を経て、現在の姿に立っている。さらに北上して清池に鎖橋前も通り過ぎると、ネオゴシック様式のハンガリー科学アカデミーの建物に至る。設計を担当したのは、ベルリン出身のシュトゥーラーで、1862年から1864年にかけて建造された。 制服科学アカデミーからさらに貸し沿いに北上すると、ペシュチクガシの建造物群の中でもひときわ目を引く、ハンガリーの国会議事堂が立っている。これは、ネオゴシック様式を土台に、ドームなどに、ルネサンス様式を取り入れた、折衷様式の壮麗な建物である。建設が始まった1884年には、ハンガリーは、 オーストリア・ハンガリー帝国の一部であり、自治の象徴として建設された、この建物は、完成に20年を要した。ハンガリーの民族意識の高まりの中、当時のヨーロッパ諸国の中でも結出したものに、しようという意図の下で建てられた、この建物は、ハンガリー語では、国の家を意味するオルサーグハースと呼ばれている。シュテーンドルイムレの設計で、ドームの高さは96メートル。 長さ268メートル、幅118メートルで、691室の部屋がある。館内には、画家ムンカーチミハーイの作品、制服などが飾られ、王権の象徴であった聖シュトバーンの王冠や、王笏などが展示されている。アンドラーシジュラ・アンドラーシドリは1872年から1885年に、かけて建設された。 長さ約2キロメートルの直線道路で、ペシュトの貸し地区と市民公園を結んでいる。最終的な完成までには10年以上を要したが、道路そのものは1876年に使い始められていた。通りの名前は、当時の首相アンドラーシジュラから取られたもので、街路のモデルとなったのは、パリのシャンゼリゼ通りである。通りの名前は、ハンガリーの歴史とも結びついて、 順に、シュガール通り、アンドラーシ通り、スターリン通り、ハンガリー青年通り、人民共和国通り、アンドラーシ通りとたびたび変わってきた。この通り沿いには、前述の通り、西洋音楽史にとっても重要な意義を持つ、国立オペラ座が立っている。国立オペラ座は、イブルミクローシュが1875年から1884年に、かけて建造した。 ネオルネサンス様式の建物で彼の代表作とも言われている。また、リストフェレンスやコダンアイゾルターンが住んでいた場所はそれぞれ記念博物館となっている。また、恐怖の館も建っている。これはファシズム政党のや十字党本部やハンガリー国家保安局本部になっていた時期がある建物で独裁政権などに関する展示を行っている。ブダペスト地下鉄は ヨーロッパ大陸では初となった地下鉄である。ちょうどアンドラー市通りの真下を直線的に走る地下鉄でハンガリーの建国1000年祭に合わせて1893年から1896年にジーメンスーンとハルスケ社によって建設された。地下鉄の建設理由は都市計画上街路の美観を損ねないためであった。 最初の地下鉄であったロンドン地下鉄が蒸気機関車であったのに対し、ブダペスト地下鉄は初めての電化された地下鉄になった。世界遺産に登録された鉄道は、ゼメリング鉄道、レーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線と周辺の景観、インドの山岳鉄道群など他にもあるが、世界遺産としての顕著な普遍的価値を認められている地下鉄はここだけである。 このブダペスト地下鉄の存在によって、ブダペストのドナウガシとブダ城地区及びアンドラーシ通りが産業遺産に分類されることもある。英雄広場はアンドラーシ通りの端にあたる広場で市民公園の一部をなしている。世界遺産の登録範囲はこの英雄広場と両脇の美術館までで市民公園そのものは含まない。英雄広場には ハンガリー建国1000年を記念して記念碑が建てられた。設計者はザラジュルジュで完成は1929年のことだった。高さ36メートルの巨大な記念碑の基部にはそれを取り巻くようにして騎馬像が配置されている。それらはハンガリー建国の英雄アールパードをはじめとする七部族の主張をかたどったもので、 記念碑の頂上のガブリエル像と共に、天使のお告げによって、アールパードが体感できたとされる、建国伝説を象徴している。アンドラシ通りから見て、英雄広場の左隣にあるのが、ブダペスト国立西洋美術館で、1896年から1906年にかけて建造された、新古典主義の建物に、イタリア、スペイン、 フランス、オランダなどの多くの絵画が収蔵されている。特にエルグレコ、ベラスケス、ムリーリョの作品など、スペイン絵画の充実ぶりに特色があり、スペイン国外では最大規模とも言われている。英雄広場の向かって、右隣はミューチャルノクで、こちらは現代美術の非常説の展覧会を中心としたアートギャラリーである。当初の登録名はだった。 これに対する日本語訳には若干の揺れが見られた。現在の正式名はである。その日本語訳は以下のように文献によって揺れがある。ドナウ川の反乱とブダペストの国会議事堂、拡大登録が認められた2ヶ月後にあたる2002年8月にエルベガーとドナウ川の大反乱によってオーストリア、チェコ、ドイツなどの複数の世界遺産が被害を受けた。 世界遺産センターは被害を受けた。世界遺産として古典主義のドバイマル、バッハウ渓谷の文化的景観、チェスキークルムロフ歴史地区など10件を公表したが、そこにはドナウガ市に展開するブダペストの登録地域も含まれていた。ありがとうございます。